やっぱり気になるな。俺はアントン。ローリーちゃん、昨日出たマーニーの新曲聞いた？はい、速攻でダウンロードしましたよ。朝聞きながら大学行ってきました。ノリノリで歩けそうね。エミリーもローリーも流行に詳しそうだよな。二人に聞きたいんだが、おすすめの洗顔料って何かあるかい？洗顔料ですか？男女で使うものも違ったりすると思うんですが、なんでまた急に？いや、それがな、ちょっとニキビが気になって。一週間前、犬の散歩の依頼である親子と話した時のこと。ありがとうございました。おお、よしよし、あれだけ走り回ったのにまだ足りないのかな。ほらほら、おいで。おじいちゃん、お尻にいっぱい葉っぱがついてる。お、本当だな。あれ、お顔には虫がついてるよ。え、蚊とかかな。あ、違った、パクコポチってなってる。ポチ、本当だ、ブツブツができてる。これはニキビか。娘が変なことを言ってすみません。お気になさらないでください。てわけだ、急に恥ずかしくなってしまってな。気にするなって言われるともっと気になっちゃいますよね。この年になってやたらと出てくるようになったんだよ。最近すごく増えててさ。洗顔料もそうですけど、洗顔のやり方や保湿もとても大事ですよ。清潔に保つのが一番大事ですからね。今日の帰り、一緒に洗顔料を選びに行きましょう。いいですね、洗い方もレクチャーしますよ。おお、助かるよ。その夜から俺は二人に勧められた洗顔料を購入し、念入りに顔を洗うようにした。よし。しかし数ヶ月経ってもニキビは減るどころか増え続けるばかりだった。洗顔だけじゃダメなのかな。俺はどうしても気になってしまって、ニキビができては潰してを繰り返していた。俺は再びエミリーとローリーに相談した。え、ニキビを潰しちゃってるんですか？気になるとは思いますけど、ニキビは潰さない方がいいんですよ。そうなのか。赤や黄色くなってるのは炎症しているニキビなので、下手に触らずお肌を清潔に保つことを心がけてください。保湿も忘れずに。わかった、今後は潰さないようにする。とは言ったものの、気になるものは気になるんだよな。どうしたものか。最近依頼が立て込んでいて、夜中まで残業することが増えていた。うまい。残業のお供はお菓子に限るな。こんな姿みんなには見せられないけど、俺一人だけが残業する日はこうやって夜な夜なお菓子を頬張りながら作業を進めていた。しばらく仕事に集中していると、またここにポチッとできてるな。ついついいつもの癖でニキビを潰してしまった。やべ。まあ少しならいいか。気にしすぎはダメだって言われたしな。気にしすぎると仕事に集中できなくなるので、俺はニキビのことは忘れることにした。きっとその後の作業中も無意識のうちにニキビを何個か潰していたと思う。しかしその潰したニキビの跡がどんどん拡大していることに俺は気づいていなかった。数週間後。アントンさん、こっちの書類終わりました。私の方もまとめました。お、ありがとう。一緒に持ってきてくれるかい。アントンさんのお肌また悪化している気が。ですね、赤いところが増えてボロボロに。洗顔と保湿だけじゃ限界があるのかしら。ちゃんと洗ってるんだけどな。最近すごく忙しいですから、睡眠不足とかも関係あるかもしれないですね。アレックス君は外勤で出ずっぱりだし、私は残業しても大丈夫なので、アントンさんの負担を減らすというのはどうですか。私もシフト増やせますよ。ありがとうな、気持ちだけで十分嬉しいよ。大体は最後に俺がチェックするものばかりだから、これまで通り定時まで全力で頑張ってくれ。はーい、わかりました。よし、続きやろっか。俺も頑張るぞ。さすがにニキビを潰してるとは言えないよな。気にすると仕事が進まないし、気にしないと無意識に潰しちゃうなんて完全に積んでるじゃないか。最悪皮膚科で見てもらうしかないよな。病院へ行く時間を作るためにも今ある仕事を頑張らねば。俺たちは必死に作業をこなしていった。しかしやっぱり終わらんな。見事に俺のチェックする書類だけが残ってしまった。
でもこれが終われば忙しさから一気に解放されるぞ。例のごとく俺はお菓子をつまみながら残業をこなしていった。すると途中で頬に違和感を覚えた。なんだこれ。触ってみると大きなニキビ跡から卵のようなものが出てきていた。何か潰した時と違うような。これが海ってやつかな。確か黄色いニキビを潰すと海が出てくるってエミリーたちが言ってたな。海を出すのはいいことだよな。そのまま気にせず放置し、なんとか仕事を終わらせることができた。よっしゃ、今夜は日付が変わる前に寝れそうだ。俺は早々に自宅に帰った。ニキビ跡から卵のようなものを発見してからおよそ3時間、俺の肌の中で異変が起き始めていた。疲れたな、まずは顔を洗ってしまおう。そう思ったのだが、なんだか顔がかゆいことに気がついた。なんだ、何かが動いてる。手でつまんでみると、それはニョロニョロ動く小さな虫だった。なんだこれ、虫。俺は絶叫した。とにもかくにも虫が苦手なのだ。俺は慌てて洗面所へ行き、鏡で自分の顔を見てみた。するとニキビ跡からたくさんの卵が出てきていたのだ。これって海じゃないのか。まさかこれは卵。卵が孵化して虫になってるのか。とにかく気持ち悪すぎだ。大量に顔に張り付いたうようよしている虫と海のような卵、すぐにピンセットで取り出していった。見えているものを全て取り除くと痒みも引いていった。怖すぎだろ。俺はようやく安心して眠りにつくことができた。しかし翌朝。おい、かゆい。俺は再び顔のかゆみで目を覚ました。触ってみると、また卵。昨日取ったはずの卵がまたニキビ跡から出てきていたのだ。しかも今度は卵を見つけてすぐに孵化が始まっている。俺は慌ててピンセットで取り出すが、どんどん卵が出てきてさらに孵化していく。取っても取っても終わる気配がない。卵ができるスピードが速すぎる。次から次へと虫が出てくるし、どうすればいいんだ。俺は急遽仕事を休みにして、珍しい症例を取り扱っている諸星総合病院へ駆け込んだ。どうなってんだこれ。あまりの気持ち悪さに俺は放心状態だった。これはとても珍しい病気かもしれません。私もここまでの症状は見たことがない。詳しく検査をしてみましょう。よろしくお願いします。俺のニキビ跡から突然出てきた卵や虫について詳しく検査をしてもらった。すると、未確認生物。カオダニが独自に進化した生物ではないかと思うのですが、カオダニというのはご存知ですか。ダニ、聞いたことがないです。人間の肌に寄生する原虫の一種で、成人のほぼ 100% に存在しているんです。誰にでもカオダニがいるってことですか。ええ、でも常在菌として悪いものではないという扱いなので、皮膚科医などでもあまり気にしない方が多いと思います。カオダニが肌荒れの直接の要因ではなく、他の何らかの要因によってカオダニが異常繁殖してしまい、肌トラブルが起こるケースがほとんどですね。アントンさんの場合、そのカオダニの進化系が異常繁殖している感じです。進化系、これって治るのでしょうか。最新の治療方法があるので、それなら効果があるかもしれません。試してみましょう。俺はすぐに治療を受けることになった。6時間後、諸星総合病院の特殊な治療により俺の肌は元通りになった。ニキビ跡まで綺麗にしてもらうことができた。ニキビ跡が全部消えている。この治療方法がアントンさんには効果があったようです。綺麗に治すことができてよかったです。先ほどもお伝えしましたが、肌トラブルの原因はたくさんあって、睡眠不足やストレス、食生活の乱れなど、肌以外のことも気をつけてあげないといけないですよ。はい、絶対に食生活の乱れだ。真夜中のお菓子はもうやめよう。その後会計にて1、10、100、50万。桁間違ってるんじゃないか。でも最新の治療って言ってたもんな。カードでいいですか。俺はカードで支払いを済ませ、とぼとぼと家路に着いた。仕方ないよな、珍しい症例だったわけだし。そもそも俺の食生活が問題だったもんな。これからはニキビができない生活をしないと。スナック菓子がセール商品に。
激安じゃないか。うん、いやいや我慢しろよ。でも夜じゃなきゃいいんじゃないか。うん、これは日中家で食べる分だから、みんなの分も一緒に買っていってやろう。俺は欲望に負けて再びお菓子を買い込むのだった。今日も見てくれてありがとう。君が見てくれて俺は嬉しいぞ。あ、アントンさん、チャンネル登録もうしました？おう、もちろんだ。さすが。みんなもチャンネル登録と高評価よろしくね。